シネマギークですけども、いやー、新作ラッシュでございまして、うん、鬼滅の刃上映するのに、この作品も上映するのかっていうのが今回ご紹介する作品ですけども、うん、ベネチア国際映画賞で、銀熊賞、はい、いわゆる監督賞を取った、スパイの妻、劇場版でございます。はい。これは、予告はちょろっと見た？また流れてなかったかな？そうですね、まだ流れてなかったかな。監督は黒沢清さんということで、はい、黒沢監督といえば、まあ、黒沢といっても黒沢明と勘違いしそうなので黒沢の清監督といえば、はい、なんといっても97年公開のキュア、役所広司主演の日本映画最高のサスペンスミステリー映画です、うん、と自分は思ってます、はいはい、で、2008年の東京ソナタとかね、あと17年に散歩する侵略者みたいなちょっとコメディ要素のある映画を作ったでしょう監督なんですけども、手腕は見事でございます。で、主演が蒼井優、はい、いや結婚の時驚きましたけどねただ全国の自分のようにモテない男性陣に大きな期待を与えてくれたという蒼井優でございますもうそれだけで大好きなるほどね、なるほどねいや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 、モテないとかよくおっしゃいますいやいや、本当にね、モテない男からするとね、山ちゃんと蒼井優が結婚したっていうのはものすごく大きなこう夢というか希望になったんで、もう彼女は天使やと思います。いやでもいい人選んだなって思いますよ。山ちゃんすごいわ。誰やねんって感じの目線ですけど。いやいや、山ちゃんはね、本当に気遣いもできるしね、喋、うん、りも達者やしね、結構博学やしね、すごいけど、やっぱり蒼井優みたいに見た目で選ばなかったんだなっていうのが明確に分かるっていうことで。一緒に暮らしてて絶対楽しいと思いますもん。山ちゃんね。いろいろね、芸能人の方結婚の話出てますけれども、うん、一番、あーって納得できたのは、ね、うん、むしろ蒼井優さんと山ちゃんですよ。やっぱり山ちゃんぐらい頭良くないとあかんわよね暮らしてて楽しいの一番ですよ。それはだってね、うん、3年ぐらい一緒に過ごすわけじゃないですかねえ、携帯電話変えるみたいな感じで ね、結婚生活変えれるんだったらそれが今一番いいのを選ぶと思うんですけ ど、 なるほど、50年60年は一緒にいるでしょ。そうか、うん、そう考えるとやっぱ楽しいに越したことはないと思う。なるほどか、うん、そういう考え、まあ、はい、確かにその通りかもしれない、はい、まあ蒼井優が主演でもう惚れだけで私もう見に行く気満々でした。はい、はい、もう山ちゃんの結婚したする前から好きですけど、したことでもっと大好きになった自分です。はい。はい、で、この作品劇場版で名前がついとるんですけど、もともとはね NHK の BS で 8K 放送の用のドラマとして作られたがあって、はい、それの劇場版ということなんですけども、その時も黒沢清監督が監督をしている作品です。はい、で、物語は1940年。もう戦争に突入する1年前です、うん、の神戸から舞台が始まります、はい、舞台神戸の在住のとある外国人が捕まるんですよね、うん、で捕まるのはなんかスパイ容疑なんですよ。でスパイ容疑で捕まって、ほんで彼と取引のあった人っていうので出てくるのが福原優作、これ高橋一生、でこの高橋一生がこの外国人を救い出して、で外国人がこの家にありがとうと言いに来たところにちょうど奥さんとして現れるのが聡子さん、これ蒼井優で、でこう日本にはもうおられん、これ入れんようになると、僕は上海にでも行きますっていうふうに外国の方が帰られる。でこのじゃあ高橋一生何してんのってなると、彼はね貿易の仕事をしてると、より貿易の仕事をしてるから、うん、外国とのつながりもあるということで、彼はこの日本、まあ、いわゆる当時の日本帝国っていうのは戦争に向けて突っ走ってる状況で、いわゆる日本第一外国は敵的な雰囲気があった時に、いやそうじゃなくって、外国とか日本ではなく貿易をしよう仕事をしよう限りは日本のことだけじゃなくて外国のことも知らんとあかんのよって、いわゆるどっかグローバル視点を持ったような人だったっていうのがここ描かれるわけなんですよね。で彼がこの本意にしている野崎先生っていう方の、依頼もあって満州国に行ってくると。で満州国行って何するのってなったら、いや向こうは今上り調子の国やから、状況やから、ちょっとこの医療品の輸入とか仕入れるための道筋を作るためにちょっといてくるわと言って、甥の文雄君と一緒に満州に行くと、はい、でこうほんなら2週間前の寂しいみたいな、こう蒼井役のこの聡子さんっていうのは結構こうね、こう旦那さんについてラブラブ状態で、もうまっすぐに信じてる状態でこうご主人を送り出して、でこういよいよ帰ってくるかなっていう時にちょっと遅れるっていう電報が来たりしながら、
やきもきしながら待ってるところに、こう、高橋一が帰ってきたっていうところに、うん、で、帰ってきたのもちろん、文雄君も一緒に帰ってきた。で、佐藤様は気づかんけども、一人の女性を伴って帰ってきたってことが、はい、描かれるわけですよ。で、その年の年末、こう、貿易商をやってる会社の忘年会で、文雄君は、もういつ赤髪が来て兵隊に召集されるかわからんので、僕はなりたかった小説家、文豪になるために、ちょっと旅館の方の2階に席を借りて、そこで一筆長編小説も書きますって言って、そのために会社を辞めますっていう発言をして、はい、で、こう、彼は彼で別の道を行ったっていうふうに描かれるんだけども、どうもその話の中でさっき言った謎の女性の水死体が見つかるわけです。おで、その水死体の女性っていうのが、この文雄君と一緒におったはずだと、うん、文雄君の旅館の女中として働いてたはずなの、ちょっと怪しいないかっていう話になって、この蒼井優演じる聡子の幼なじみで、もともと幼なじみだったけど今軍の憲兵隊のにとして神戸に帰ってきた彼に呼び出されて、この彼女が文雄君と一緒に帰ってきたら知ってますか、いや知らないです、その帰ってくるために手続きしたら、あんたの旦那の優作さんって知ってますかって、いや俺は知らんのですっていうところで、憲兵隊からちょっとあんたのところの旦那と甥っ子の文雄ちゃん怪しいですよっていうのを吹き込まれるわけですね、はい、でこうそれを感じ取って、ご主人さん、あんたちょっと隠してることないですかってことをするんだけども、うまいこと言いくるめられるというか、こう ごまかされるというかされて、こう里子蒼優はますます疑念に思って、文雄君のところに行くんです。で文雄君のところに行くと、あなたは何も知らんでしょ、ご主人があなたがのんのんと生活するためにどれだけ苦労してるか知らんでしょ、いやもうそれはそのこといい、とりあえずこのノートを優作さんに、高橋一生に渡してくださいって言って、とあるノートを預かる、はい、なんで、いや僕は憲兵隊にずっと見張られてるから身動き取れないんですっていうことを聞いて、このノートが何かの影響を持ってるっていうことを感じ取る里子なんです、ね、帰ってノートを渡してっていうところになったところから物語はどんどん進んでいくんです、うん、で話的にはそのノートは満州国で日本旧日本帝国軍が国際条約的にはもう良くないとされている細菌兵器実験をしてたというまとめたノート、はい、で高橋一生演じる優作はもともと映画撮るのが趣味だったんだけども、現地でそのノートの映像を撮っていたりとか、いかに非人道的なことをやってたかみたいなことも含めた映像を撮って撮ったわけなんですよ。で彼は日本国民のためとはいえ、こんなことをしている日本自体はいかんでしょということで、国際的にこれを告発しようとするわけです。はい、それに対して里子はどうするのか。でもそんなことをすれば彼はスパイとして国から死刑を欲しいんだと。彼女はスパイの妻としてどういう立ち位置、身の振り方をするかわからんけども、うん、彼女はその旦那の優作に対してどういう行動を取るのか、どういう態度をするのか、どういう考え方でついていくのか、たもとを分かつのかっていう彼女の判断を迫られるところに話は突っ込まれていくんだけども、彼女は彼についていくことを選ぶわけです、うん、さあ里子さんどうなっちゃうんでしょうかっていうのが物語の話です、はい、なかなかシリアスな、シリアスもシリアスやしね、ちょっと史実に近いようなネタあるんじゃないのかなと思わせるようなお話です。ああ、なるほど。いわゆる731部隊、うんうんうん、いわゆるいろんな人体実験もしたりとか、はい、毒ガス実験もしたということで、はい、悪名高いっていう言い方が今、うん、一般的にちょっとあるんですけども、731部隊とがモデルと思われるお話。なるほど。でそういった部分 この非人道的なした部分と、この日本の中にもこの戦争に対してこの 否定的な立場、例えば最近だと山本五十六帝監督も、帝徳もそうだったと言われてますけども、そういった部分のも薄く描いてるし、この日本国のためになったら非国民は徹底的に粛清するっていう軍の組織の立ち位置の人間も描かれてたりするし、はい、非常にシリアスで、見応えのある一本になっています。これはね、さすがベネチア国際映画祭で賞を取った時のためはあるなという一本になってますんで、
そういった部分を含めるとね、重厚感あふれるです、はい、で蒼井優の一途さ、能天気ね、旦那さんのことを思ってる蒼井優で、疑心を持つ蒼井優で、旦那のこの志に対して共感をする蒼井優、もうどの蒼井優見てももうね、演技に引き込まれるいろんな表情を持ってますよね、本当に。女優ってすごいと思う。いろんな時代に合わせて演技されると思うんですけど、蒼井優さんってどの時代でも合うと思うんですよ。確かに。ね、すごい昔、戦時中でもいいと思うし、もちろん現代でもいいし、未来でもなんか、ね、大丈夫そうな感じがするし、このこう時代に合わせての演技、その時その時の気持ちっていうのをいろんな形で出すのが、そうです ね大げさじゃなく出すのがうまいんだなって思います。いや本当すごいなと。高橋一生もね、やっぱかっこええ役でねでもこの人もカメレオン俳優だなって思います ね軟弱な雰囲気もできれば、そうですね、どちらかというと軟弱のイメージめちゃめちゃ強かったんですけど、なんか過去良かったです ね。そうでしょうね。憲兵隊役はね、あの東出昌大で、うん、あ、はい、いろいろこう言われてますけど、なんでしょうね、硬い役やらしたらできるんやなっていう、いわゆる融通の効かない役っていう、そんなイメージはすごいあります、今やったら結構合ってるし、コンフィデンスマン JP のヘニャヘニャ感の時も良かったんで、はい、だからこの王道派なキャラクターでなくに、こういうこう偏ったキャラクターを彼するといいんじゃないのかなっていう感じはしました。で、あの脇役というなんですけど、文雄君役はね、坂東龍太君っていう、はい、最近ね、このどんどん伸びてきてる若手俳優で、彼結構いい役で、役者で、蒼井優に対してね、この激高するというか、いや旦那のこと分かってないだろあんたはっていうところのシーンなんか結構ビクッとするぐらいのね、声量とは演技で素晴らしかったっていうところなんで、はい、ぜひね、鬼滅の刃が、ね、今バーンと盛り上がってて、こうちょっと大人が見る映画がないんじゃないかなと思われがちですけども、いやいやいや、ぜひ大人の方はおすすめです。スパイの妻、ぜひご覧いただきたいという、これはね、はい、映画館で見る価値あると思います。なるほど。セットが若干甘いところあるんですよ。あ、もともとテレビドラマなんで。ああ、そっかそっか、そうなんですね、はい、若干そういうところあるんですけどね、まあ、その部分はさておき、黒沢監督らしい、緻密に計算されたシナリオ部分もしっかりと描かれてますんで、はい、あとはもう蒼井優の変化、もうほんとね、女優さんすごいなと思うのも、これは感じられる映画なんで、ぜひご覧くださいということで、シネマギークではスパイの妻劇場版ご紹介させていただきました。よかったらチャンネル登録もお願いします。